今週のキックオフ徳島は白井選手と長谷川雄志選手の性格診断。考えないですね。だって自分サッカー選手だからさ、自分も成し遂げたいし他の人も成し遂げたいし、うん、どうしましょう。中立やあんま中立アカンとか言ってた俺中立やな。中立やな。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。まずは先週日曜日に行われたいわき FC との試合の様子をどうぞ。ヴォルティスは勝ち点37で並ぶいわき FC をホームに迎え対戦。吉田監督はホーム初采配です。前半9分、いわきのコーナーキック。ここはハンドの判定でノーゴール。ヴォルティス上に救われます。すると前半19分、柿谷パスが出て渡る。白井のシュート。最後は白井。いや、この試合、まあ、非常に素晴らしかったですけどもね、まあ、後ろのビルドアップから中間ポジションでこう西矢が受けるんですけどもね、そこで持ち運んで少し、まあ、落ちた位置にいる、まあ、柿谷からで少しプルアウェイした渡りのところでしょうね。で押し込ん で相手が下がったところに対して、まあ、白井もこう高い位置取ってましたからね。その後徐々にペースをつかんだヴォルティスは前半23分、長木がサポート。その長木だ。おっ、ここ通した、離した、下げた白井。この長木のサポート良かったですね。いや、あの辺でボール失わないですからね。エサダのクロスが入ってきて折り返して、うわ、そのまま入った。折り返しのボールが入りました。徳島が先制しました。前半の23分、石尾、今シーズンの初ゴールです。まあ、イメージとしては折り返しのボールだったと思いますけれども、それが直接ゴールに入りました。石尾のゴールでヴォルティスが先制します。後半、攻勢を強めるいわきにチャンスを作られますが、守備陣の粘りで得点を許しません。逆に試合終了間際のフリーキック、グラウンダーで西野に、さあ、西野を2人かわしてクロスが入ってきます。スクランブルのところ、ミドルシュート。これよく決めました。大きな追加点です徳島。後半の45分でした。リスクで少しこう時間を使いながら行ったと思ったんですけどね、まあ、西野サイドに勝負して、で高さのところで少しこうスクランブルになって、でそのこぼれ球のところですよね、はい、まあ、内田がしっかりとボールの中心をね叩いて、ボール回す強いボールをね蹴り込みました。内田のゴールで2対0としたヴォルティスは4試合連続のクリーンシート。吉田監督、ホーム初采配を白星で飾りました。今季初ゴールとなりました。そのゴールシーンですが、ケサダ選手のクロス頭で合わせました。振り返ってもらってもいいですか。俺が右サイド上がっていった時に、キープした時に亮太君が、俺もともと入る気なかったんですけど、亮太君が入れって言ってくれたんで入ったら、たまたまボール来て、でヘディングしたら入っちゃったって感じです。じゃあ長木選手 の、 そのサポートもあったんですね、はい、なんと声をかけたいですか。あざす監督のホーム初采配勝利で飾りました。この試合振り返っていただいてもいいですか。本当にタフな試合に、まあ、戦前の予想も、そうでしたし、想像通りタフな試合になりました。いわきさんのアクションの数の多さに、一瞬たりともこう休ませてもらえないっていうような、90分だったなっていうふうに思います。まあ、ただその中で、まあ、石尾が、ゴールをして、内田がゴールをした、まあ、ディフェンダーの選手たちがのゴールを1試合で、上げて、チーム全員で戦っているっていうところ、たくさんのサポーターの皆様、ファンの皆さん、まあ、メインスタンド の声援の厚さにも、まあ、少し僕もびっくりしましたけれども、そういった後押しもあり、本当最後まで走り抜くことができて、この苦しい
試合をものにすることができました。残り8試合、選手スタッフ全員一丸となって戦うんで、サポーターの皆さんも一丸となって戦いに行きましょう。ありがとうございました。先週日曜、来年のチーム設立20周年に向けてヴォルティスが新エンブレムを発表しました。新エンブレムはヴォルティスの V の文字をベースに渦潮の形と阿波踊りの腕の動きがデザインされています。また藍色で吉野川を、緑色で眉山や豊かな自然を表現。そして藍色、緑色、白色合わせて12本のラインは選手11人とサポーターが一丸となり勝利を目指すという思いが込められています。シンプルになってかっこいいと思います。シンプルで都会的な感じでおしゃれだなって、思いました。いいと思います。新しく変わるってなると寂しいかなって思ったんですけど、でも新しいの見たらなんか納得したというか、寂しいけどちょっとなんか嬉しいみたいな、ドキドキする感じで、ちょっと慣れてはないんですけど、これが慣れていったらかっこいいし、はい、馴染んでいくと思います。これで勝利をどんどん、はい、重ねていってほしいですね。新しいエンブレムは2024年1月から使用されます。今回は白井選手と長谷川選手に来ていただきました。よろしくお願いします。今回は16パーソナリティーズ性格診断テストっていうものを2人にやっていただきたいと思うんですけど、あまりピンときてないですか？はい、16パーソナリティー診断とは、感覚、直感、感情、思考に関する質問をもとに診断者の人柄を詳しく知ることができる性格診断。結構流行ってるんですけど今。知らないです。これは娘がやってたような気もします。なんかいっぱい質問答えてきてくれるそうそうなんですよ。で、まあ質問が60項目ぐらいあって、その質問に、まあ、当てはまるか当てはまらない、はい、で、まあ、ちょっと当てはまるとか、なんかまあ中立とか、でもなるべく中立は避けてもらいたいんですけど、はいはい、でちょっと診断する前にご自身で自分どういう性格だと思いますか？白井選手は。マイペース。マイペースですか？そのマイペースさがサッカーにこう関わってるとかありますか？あんま関わってないです。あんま関わってないですか？でサッカーの時はマイペースではない、はい、長谷川選手はどうですか？あんま気にしない。気にしない、はい、性格いろいろと、はい、サッカー中も。ああ、まあそれはありますね。あ、はい、白井選手から見た長谷川選手の性格は？その通りだと思います。気にしなす性格ですか？長谷川選手から見た白井選手は？いや、その通りだと思います、はい、じゃあもう早速、はい、やっていきたいと思います。他の人が泣いているのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。ならない。ならない。結構ドライなんですか？状況によりますね。あんまならないか。大体案の大体案を考えることが多い。大体案の大体案。大体案。替えの。ああ、そういうこと。別の案のまた別の。考えない。考えない。はい、考えないかな。サッカー中は考える。サッカー中は考えるけど、一般生活は考えない。考えないですね。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。通常予想、うん、真ん中。じゃあ真ん中。はい、これは次。自分はとても感傷的だ。感傷的だ。人に感傷するってこと？あ、違う違う。そんな感傷。感情の感に傷。あ、そっちね。はい、全然違う。ノー。ノー、はい。ノー。感情揺さぶられる瞬間とかないですか？なんか物語見たりとかして。あ、あるかも。あ同意で。同意、わかりました。うんとか見せたらハラハラしたりはするし、映画とかも感動はしますよ、うん、それってみんな感動するやつ。するいいものはいいもの。
でもそれになんかやけに人よりなんか感傷的になるってことなんだ。人並み。人並み。予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。嫌い。嫌い。嫌いですか。使ってる。家族間で共有できるやつ使ってる。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。人とその時の出会いにもよらない。その場合によります。あんま気にしないけど、時と場合による。中立で。中立。オフェルトの中立いきましょうか。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。そんなのどっちもだ。どっちもやな、それは。だって自分サッカー選手だからさ、自分も成し遂げたいし、他の人も成し遂げてほしくない。そんなの。中立や。あんま中立アカンとか言ってた。俺中立やな。中立やな。質問が良くないな。質問がしょうがない、それ。質問が。